そういう事態回侵略者対自称エースのシングルマッチ、今ゴングと同時にエースがドロップキック仕掛けてまいりました。さあケンさん、はい、ファンにとってはね、前回の ABC ホール大会ではそうやっての決着がついたんですが、はい、決着ついてない男がいましたね。そうですね、その後にね、退場時に襲われることは海選手全く予期してなかったでしょうからね、それだけやっぱり日野裕二という男がそのレッスルワンの中での、うん、自分がトップに立つという、ね、意識が強まったということでしょうね、あれはね、甲斐が追いかけていきます。ここは場外にエスケープした日野を追いかけていきます。甲斐逆水平、事前のインタビューでは語りました。胸が裂けようと俺の心は絶対裂けないんだと、打つなら打ってみろ、いやちょっと対抗する、乾いた音が響きます。ステージコラディアボール、エルボー膝で返す日野、そして天中へぶつけていきます。さらにどうするんだ、どうするんだ、今日はフェンスのない後楽園、いや客席へぶん投げていきました。そしてうすら笑いを浮かべます。いや武藤さん、はいはい、武藤さんはこの日野裕二という選手はどうご覧になっているでしょうか。いやなかなかね、体もできてるし技も難しいです。ただ彼のこの指のポールはね、これ外国じゃ通用しないよね。これガオラ外国流れないよね、大丈夫だよね、モザイクかけなきゃ。そうですね、流すとしたらモザイクかけましょう。確かにレッスルワンの W ワールドワイドっていうのがありますからね。そうですね、まあ、ということはもう世界進出をさせないためには、ケンさん、はい、海がここで止めるしかないです。そうです、はい、あのレスルワン あのリング上からあの中指を消すしかないわけですね。そうですね、はい、モザイクかけるとそっちの方が手っ取り前でしょうからね。そうですね、はい、いやでも今現在の日野裕二に勝つというのはこれ本当にもう業界的にも日野裕二どのリングに行っても無敵ですから。なるほど、まあ、その辺は本当に関本大輔に匹敵する今存在になってますからね。まあ、現在は海援隊道場のタッグ、はい、そのチャンピオンベルトも持っています。さらにケンさん、シングルのベルトも持ってるんですよね。そうなんですよね、プレスリングフリーダムズのね KFC チャンピオンシップというベルトも持っておりますからね、本当どのリングに上がっても強いっていうのはなかなかいないですよね。そうですね、それは裏を返せばどのリングに行ってもその対応できるスタイルを持っている、幅広さを持っているということですよね、決してチョップだけのパワーだけの人間ではないということですよね。はい、いやこのチョップ合戦避けちゃう、もうすでに甲斐の胸板が変色しています。どう考えてもチョップ合戦は得策じゃないんですよ、それでも甲斐は行きますね、これ武藤さん、甲斐の心情としてはどういう部分があるんでしょうか、あえてチョップ合戦行くところ、やっぱり体は若干甲斐の方がちっちゃいかもしれないけども、パワーでも何度も負けたくないという意地は見えない。これ今ダメージの逃げ場がないところです。技ではないんですよね。技ではないですね。何でしょうかね、まあ、パワーというよりも僕らは圧力を感じますね、日野裕二に関してはなんか、もうその力をある部分で超越したものがあるわけですよね、はいはい、力だけではありません、プラスアルファの何か、いや完全にここも上から下から額を突き合わせていった、それでも行く、いや甲斐のもう胸板が赤を通り越して早くも紫に変色しています。お顔面張っていく、連発で持ってきた、ちょっとよろめいてか、いや振り返す日野、カウンターの逆水平、いやそして再び中指から、いや先頭体ごとカウント、まずあの両手で中指立てるんで、モザイク入れるとしたら2箇所を入れなきゃいけないんですよね。大変ですね。大変ですよね、いろいろね、ディレクターが苦労します、はい、そういうのお構いなしでね、さっきから中指突き立てまくってますからね、好き放題ですよね、はい、そういう意味でも、いや今日も何発打ち込んだでしょうか。タイはしかし避けることはしません。おっ、現在のフランケンシュタイナー、武藤さんいかがですか今のブラッケ。よかったね、綺麗だったね。これは日野にはない引き出しでした、はい、さあそして場外の日野に対してダブルセンシーだ、赤い矢が放たれました。
俺がレッスルワンのエースなんだ、看板を守るんだ、そんな心意気が伝わってまいります。はい、この飛びはさすがのヒロム、苦しそうな表情を見せています。レッスルワンのお客さんが変わる場内は大ホール、さすがの姿が見て取れました。さあここから反撃に転じることができるか。今のね、あの声援にあった通り、その徐々にね、一時と比べたら本当にあの海選手に対する声援がね、集まるようになりましたよね。そうですね。そんなだからこそこのタイミングでやっぱり腰を落とせないですよね。さあスワンダイブ式のミサイルキックから反発。まあホームだからね。ただ海の場合はね、あのうちのリングだけじゃなくていろんなところ行ってるからね、外国も行ってるし。はい。はい。まあ、先日 5.4、 あ、ちょっと待ってください、早くも LAT 勝負を決めにかかるんでしょうか。これは重いんじゃないですかね。上がらないか。いや逆、その場のパワースラムです。その場のパワースラム、これかなり背筋が強くないとできないじゃないですか。できないですね、持っていけないですよ、はい、そして再びチョップ地獄、チョップ地獄です。 5.4 TDC オール大会の前には五大地獄を味わったんですが、まだ地獄が待っていた。ここはカウンターのジャンピングハイ、頭部をかすめていきました。さらにボディースラム、さあ赤コーナー付近にセットして、早くもコーナートップを伺おうというんでしょうか。カイ必殺技のスプラッシュプランチャーがあるんですが、これはちょっと仕掛けが早すぎたか。いやー下からもチョップ、そしてトリードライブ。いやあれだけ胸板痛めつけられて、やっぱ胸板からね落ちていくそのスプラッシュプランチャー出すのもちょっとためらいが生じちゃいますよね。なるほど、そういうことですね。もろ刃の剣になってしまうということなんですね。やっぱその一瞬の迷いがね、ああやってそのコーナートップに上がるのに時間かかってしまいますからね。今度は甲斐の方からチョップを打っていきます。なっちゃったな。足を止めてのチョップ合戦。レッスルワンの自称エース対レッスルワンに突如現れた侵略者。さあ打ってこいと、自称エースを打ってこい。俺が全員倒して真のエースになるんだと言わんばかり、いやそれを崩していくのが甲斐。看板を背負っている。いやしかしスーパーランダーエクスプロイダー、エクスプロイダー、こういった投げ技もできます日野、まあ、学生時代はねレスリング部に所属してました、ね、あ彼そうなの、はい、高校時代はレスリング部に所属してました。だからもう足腰とか強いんだな、はい、投げるのもねうまいもんな、はい、さあ腰出し式のラリアットから再び中指を突き立てて日野がトップから、ですよね、うん、先にやられましたね。そうですね、精神的にも揺さぶりをかけてまいりました日野雄二。でも実は今のフロックスプラッシュのフォームは高校時代やってからずっとやってるらしいんですよ。あ、そうですか、はい、あのその時代から今のフォームで出してたらしいんで、ということは下手したら甲斐よりも、はい、キャリアとしては歴は長い、はい、ということですね。え、彼はキャリアどんぐらいの日野。もう10年ですね、はい、昨年10月に10年を迎えました。年はいつぐらい。年はもう30ぐらいですね、はい、じゃあ甲斐と同じぐらいかな。そうですね、世代的には同じぐらいということになります。やっぱり同じ世代の戦いってすごいね。再び足を止めての打撃戦。いや本当健さん、はい、いなした方が楽なことは間違いないんですよ。 なぜ甲斐は日野雄二の正面に立つのか、はい、しかも日野雄二になぜチョップを放つのか。そうですね、カウンター、カウンターの円錐。ここは垂直落下式、これはいいですね、垂直落下式のブレインバスター。片指固め、必死に抑え込む。しかしカウントは2つ。 1.31 後楽園ホールバックステージで突如襲撃を受けました甲斐。そのままシングルマッチになだれ込み、その時はファッキンボムで屈辱の3カウントを奪われた。そこからこの2人の因縁は続いています。エースになるためには
超えなくてはいけない相手、倒さなければいけない相手、潰さなければいけない相手です、この金髪の男日野雄士。3発目止めた、チョップ、ここもチョップ、ラリアット、今度は丸田棒のような太い腕、ひた振り、どうだ、いや、ケンさん、逆に言えばね、はい、昨日は下位に勝利すれば本当にそのレスランのエースというのは現実に帯びてくるわけですから、そうですよね、ここで来たぞ、まずい、これを食らっては、これを食らっては終わり、なんとか後ろに着地、ラリアット打ち落としてトラスキック、ここは急所を狙った、カインさん、前腕だけじゃなくて当たってるんですよね。カエ選手もなんとか、ね、その切り返そうとするんですけども、日野選手がそれを上回る ね、 そうなんですね、しっかり見てますよね、カエ選手の動きをね、これまで散々レスランで好き勝手に言われてやられてきた、やっと見極めて試合ができる、倍返ししてある宣言したカイ、さあ、雄たけびを上げながらラリアットは相打ち、ラリアットは相打ち、ちょっとやはり甲斐が劣勢か、倒された、パワー勝負だと武藤さん、やはりちょっと分が悪いですよね、ラリアットかわしどうするか、今度は甲斐が投げ倒した、体ごとぶつかっていかないと日野雄士は倒せないですね、ラリアットを打ち勝っておいて、行きますか、行きますか、あー、むくっとむくっと起き上がってきました日野、ちょっと武藤さん、クイーンがショート焦ってますかね、ちょっと登り方遅かったね、ただやっぱりラリアット一発じゃね、そのダウンまで至らないですよね、そうですね、陸上でのエレボ合戦、ここでもやはりゴツゴツとした打撃戦、フットバットでも、日野がここ捉えた、どうする、いや逆にうまく体勢入れ替えておいて、甲斐にはこの技がある、サンダー